皆さんこんにちは現代のもののけことでですでラジオのお時間ですこのラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたりフリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思います。ながらでラジオなので是非ながらで聴いてください。録画でお送りしますが基本は編集なしの生放送感覚でお届けしています。 聴覚障害の方は YouTube の字幕機能をオンにして、えー、ご視聴ください。テロップにも書いてあります。最後に次回のトークテーマを発表しますので、最後までお聴きください。はい。ということで、本日は3月の2、ん何日 ?3 月の28日、月曜日になりますね。えっ、ー、と、皆さんから 今回頂い,いたテーマは修学旅行っていうことだったんですけどまあその前にまたいつものように雑談をしてからトークテーマの方に入りたいと思いますが、えー、福岡今はまだ、えー、福岡なんですけども桜が咲私のおうからあセンターまでの道中ってあんまり桜がなくて。 桜が咲いたかどうかが分からなかったんですけど SNS をね見てると SNS ってすごいですねなんか私が福岡にいるからな,なんかわからないけど福岡の情報がとってもポッと出てくるんですがあの福岡には舞鶴公園っていうところがあってそこであの花見 お店が出たりしてねえー、花見をするのがまあ定番なんだそうですでそこはもうほぼ満開でえー、いいなって <laughs> SNS 見ながらいいなって思いましたでその行きたいななんて思いましたけどああこっちに友達がいないってこういうことなのかとつくづく思いましたねさすがに 1一人で花見行って1人で出店のもの食べるっていうのはちょっと私にはできない <laughs> だからえっとまあ SNS で見ながら行くのは諦めようかなと思っております <laughs> まああとそのセンターまでの道のりの中ってちょっと海の風が当たるところが多いので あのー、まだこっち側は多分咲いてないんですよね、まあ、なのでこっち側で咲いたのをまあ道中見ながら楽しんでいこうかなと思いますででもその出店っていうのがすごい、あのー、興味あるって言ったらあれですけど私基本的に 何て言うんだろうね何て言うの出店なんか私のこっち用語だとさ敵屋みたいな言い方をしてたんだけどなんかそういうお店屋台のお店の食べ物って私あんまり食べれないんだよなんか衛生的に怖くて <laughs> だってもう公園とかだ地元だとさ公園とかだけどまあ、トイレはあるけどそんなちゃんとトイレに行ってしてるのなんて見たことないというか。 なんか裏手でね立ちョンしてるおじさんたちとかいっぱいいるからさなんかすごい嫌なんだよでもなんかその地域ごとの屋台の特徴的な食べ物ってあるじゃんなんかそういうのをね見に行きたいなっていうのはあるだし SNS で見た舞鶴公園はその出店だけじゃなくてキッチンカーとかも並んでるからなんかキッチンカーは まだ大丈夫っていうか <laughs>、まあ、イメージなの一緒なんだろうけどさなんかキッチンカーの方の衛生面は大丈夫なのかなとかとかとかねなんかそういうのがあるのであのー、なんか普通にクレープ屋さんとかすごい流行るんですよ地元の花見の出店とかでも高いじゃん高いのにそんなに美味しくないじゃん。 だったらサーティワンのクレープ食べた方が美味しいわとかねそういうふうなことを思っちゃうんですよそうあ次回のテーマ決めた <laughs> ちょっとそれはまた後でからは最後の方に言いますが、まあ、そういう感じでね私は、うん、花見みたいなものは行きたいけれど行ってみたい地域のねそういう出店のものは見てみたい発見してみたいけどちょっと食べるの 嫌だなぁと思いましたねはい <laughs>、はい、じゃあ今日のテーマいきますか <laughs> 今日のテーマは皆さんから「修学旅行のお話をくださいね」というふうに言いました「コメントたくさんくださいね」なんて言ったらあのー、皆さん優しいからちゃんとしっかり書いてくれるんだなと思って私はびっくりしました。<laughs> はいじゃあ まあ修学旅行の話じゃないんですけど山田さんね山田よし樹さんっていうのかな富山県に来てください海の宝石を食べに来て海の宝石富山県だと白エビのことかな白エビ。この前金沢の金沢から来てる回転寿司って言われてるところにね福岡で食べたんだけど白エビ軍艦食べたよめっちゃ。 美味しかった陸軍軍陸軍軍医大佐さんは修学旅行は韓国でしただって珍しいね珍しいというか,なんか中国は聞くけど韓国に修学旅行ってすごい珍しいねそれが高校の時なのかなで中学校の修学旅行は京都奈良なるほど。 その時は初日に頭をぶつけて4針縫ったから写真がみんな包帯巻いてて撮ってたって騒ぎすぎたんですかね <laughs> いやーなんかそういうハプニングもあるよねやっぱり修学旅行ってね浩司さんは小学校の修学旅行は日光東照宮に行きましたねだってえ小学校で神奈川から栃木まで行くの結構距離あるね へそうなんだ今は入って手をたたくことができるのかなへえ泣き竜の真下で手をたたいたら反響がすごかったことを鮮明に覚えています私一回普通に大人になってからさ日光東照宮行こうと思ったんだけどすっごい車の列で東照宮まで向かう道がま諦めましたほんとすごかったもん全然進まないの。 まあだから車で行くよりはきっと歩いた方が早いんだろうなって思った記憶があります中学生の修学旅行は京都奈良奈良の大仏様は大きかったで高校はあああれ韓国だ私学で高校と姉妹校は韓国にありその年にソウルオリンピックが開催されてソウルのうんピョンチャンっていう何だっけ このな金浦って何て読むんだっけ金浦の空港の名前忘れちゃったに行くまでの中に柔道の古賀選手も一緒に飛行機に搭乗されててえー、サインくださいなんてうろうろしてたら先生にボコボコにされたことも覚えていますえー、何なんだろうね康二さんの年というか多分陸軍さんもそんなに若くなかった気がしたけど 韓国がその時は流行ってたのかなそのオリンピックのらへんだったからかないいよね韓国行きたいわ本当にきなこもちさんはえっ、ー、と佐賀市内の高校の時長野県にスキーでしたああ私のえっ、ー、とセンターにいるセラピストさんもね 熊本の人なんだけど長野に修学旅行高校の時にスキー行ったって言ってたやっぱ九州の人は雪を目当てに行くんかなホテルの別フロア別館に他県の女子校が宿泊しててそのフロアに行けないように先生たちが一晩中監視してたのはいやまあ高校生だったらあるよねあるあるあるおまけに九州に帰る日大雪で 迎えのバスが遅れ最終の新幹線で一般の方々と同じ自由席になりぎゅうぎゅう詰めで九州まで帰りましたよ30年前のお前だええバスで帰ろうとしたのあ長野から東京までだったんかなもしかとかまた大阪までの新幹線なんかな いやそうかだからさその修学旅行でスキーするって、まあ、雪国出身の私からしてみたら考えられないというか修学旅行でスキーなんでもったいないって <laughs> 申し訳ないけどね思っちゃうんですよ。そのスキーは高校えっ、ー、と、まあ、例えば高校とかだったら私の高校はスキーの授業がもうあって、えー、全校全クラス全校生とか全校生徒が 数日間に分けてそのスキー場に行ってスキーするみたいな感じだったんですよ地元のスキー場ねそうで、まあ、滑れない子たちもたくさんいるから滑れない子たちはあそういう班になって、えー、教えてもらいながらスキーを滑るみたいなまあボードでもよかったんだよ確かで、まあ、滑れる人たちボードとかスキーとかも自分たちで滑れますよっていう人たちはもうフリーだったからめちゃくちゃ楽しかったね授業なんだけど もうフリーみたいな普通に遊びに来たみたいな感じただでただでスキー場楽しんでますみたいな感じだったからすごい楽しかったねそうかふもさんは中学校の主役旅行は函館でしたえー、どっからの函館なんだろう100万ドルの夜景に食いつけだったことを覚えています高校の時はロサンゼルスだったのですが風で高熱で急遽行けなかった苦い思いです いやそれは悲しいいやめちゃくちゃ悲しい LA に行くチャンスが風でもうそんなんさもう我慢してでも <laughs> 私だったら行くねすごいねふもさんは県立なのかな私立なのかな高校とかへえみんなやっぱこの私修学旅行の話聞くのすごい好きなんだよねなぜか知らないけど 面白いそうなんだねえすごいいつもくれてるねスティリマンさんインドの方なんだけど北インドって大雪も降るんだってみんな知ってたインドって雪のイメージないけどすごいよねえでダージリンはダージリンティー ダージリンっていう場所が本当にあるのねそこにあるのがダージリンティーなんだあー好きもう紅茶好きなんだよねなんかいつからかすごいハマっちゃってさめちゃくちゃ紅茶飲んだダージリンティーねへえすごい勉強になるみんな知ってた私は知らなかったよすごいね すごいして山形いいですよって言ったら Google ググストリートビューで山形見学してるって本当に今時さあさストリートビュー使うとなんかいいようで考え方によってはだけどその見たことない景色まだ見てない景色とかすごい Google ググでも見れるわけですよ。だから なんか新鮮味が正直ないというかねまあその Google で見て生で見てみたいっていうのもあるかもしれないけども o g l e ストリートビューで見ちゃうとさあーこういうもんだよなとかって思っちゃう時もあってなんかうまい使い方うまい使い方というかなんかね <laughs> 私的にはこう初めて行くところは グーグルストリートビューではあんま見ないようにはしてるんだけど道がわからない時ってあるじゃんそれこそ車椅子になってからだとかもそうだけどグーグルストリートビューは例えばホテル撮るとかまあ日本とかだったらね日本であーここのホテル撮りたいなって思ったところのホテルまでの道のりが 例えば線路がないかとか、あのー、坂道じゃないかとかっていうのを、私、ストリートビューで確認したりするんだよね。だそういうなんかね、使い方はすごいいいと思うよ。道路の、道路状況の確認っていうのは、私、グーグル、車椅子の人たちにはね、グーグルストリートビューめちゃくちゃおすすめです。はい。えっ、ー、と、石見の国さんは、あ 私も東京の次は沖縄です。やっぱり一回は行って南国を楽しみたいですね。修学旅行の思い出は中学校に行ったのは京阪神っていうのは京阪神っていうのは京都大阪神戸を略した京阪神なのかなそういう言い方なのかなそして統廃合の関係で私たちの代でその中学校の修学旅行は最後だったので歴史的にも残る修学旅行だった田舎の中学校だったので1学年 1>, 1クラス15人ほどなのでみんな仲良しといった感じでした実際修学旅行に行くと初日の京都に泊まった際にクラスの人が全息を発症してしまってみんなで人のために何かできることはないかなというふうな感じで、えー、と実行しましたと改めてクラスの絆を感じることができた修学旅行でしたなんかやっぱりさ私は少人数大好きよ <laughs> なんか大人数で 行く楽しさもああると思うけどあのなんか少人数で本当にみんなでみんながみんなちゃんとお互いの,なんていうの性格というかさ関わりがすごくあって、えー、サポートし合いながら行く修学旅行って私はすごい好きだな,なんかやっぱ中学校の頃までは私1クラス中学校は28人かな1クラス28人の2学級だからまあ あなんか計算はないけどまあ 56?56 56か56人だったんだよ確か3学年3年生の時はね。まあでも56はさすがに分かるよみんな友達というかみんな知り合いだし全然みんなと仲良かったけど高校生になったら、えー、と1クラス40の6か6教室があるから。 もう全然関わりなくなっちゃうのしかも普通科じゃなくて専門科だからますます関わりがなさすぎてそのクラスはそのクラスだけみたいなね生き方をしてたのそのクラス替えみたいなのもないわけ3年間ずっと同じクラス科ごとだからってなると本当に全然関わりがなかったからなんか修学旅行に行っても まあ高校生の修学旅行はマジでただただ楽しむだけっていう感じだったけどすごく良かったですねあ。ちなみに私の修学旅行の話したっけかあ小学校までの話はしたと思うけど中学校は普通に東京に山形から東京に行ってえっ、ー、とーまあその遊ぶ分はね東京ディズニーランドだったんだけどそのほかか勉強系というかね、えー、学習に基づいたもので何かするって しななきゃいけなくて私は確かねエイベックスのなんかダンス教室みたいななんかそういうところがあったんで発声練習とかダンスとかなんかそこに行った記憶がある、うん、なんかめちゃくちゃ薄いけどで小 <laughs> で高校の時がえっ、ー、とその長崎佐賀福岡だったんだよね で遊ぶところはねハウスステンボスだったでだから福岡は中心部っていうよりは確か門司港の方に行った記憶があって焼きカレーとかね食べた記憶があるんだよね。で佐賀は、えー、遺跡じゃなくてまあ、その勉強系のやつで佐賀に確かトヨタの,あの工場があるんだよね自動車の工場があってそこを見学するっていうのが、まあ、勉強系のやつで、えー、行きました。 文字校は何で言ったか全然記憶にないんだよね。でまあ、基本ベースは長崎であの長崎の眼鏡橋行ったりとか中華街行ったりとかっていうのをしましたね。で修学旅行で絶対泊まるみんなが泊まるあの。 宿っていうののがあるんですよ丘の上にこれはなんかね誰でも知ってた名前忘れだけどそこがすごく有名でそこに泊まってっていうのをやったりしましたねなんかやっぱりあの同級生に彼氏彼女がいる人たちはいちゃいちゃラブラブしながら長崎を堪能してたのをすごく覚えていますが私はそんなこともなく <laughs> あっあとそうかえっ、ー、と まあ長崎はその原爆の記念碑のところ記念碑ゾーンと原爆碑のところにも行ったしあとは太宰府天満宮かにも行った記憶がありますね。はい、でミネラルバランスウォーターさんはえ静岡県浜松市なんだけど修学旅行は中学校も高校も京都ならだと。 <laughs> やだね同じところえ <laughs> でもあるんだよあるのあるの,その高校の時は当時開催されていたポートピアポートピアを見学に神戸に行く計画もありましたが中止になり残念でした。いやそうだからあの中学校でね、まあ、私の中学校は東京に行ったけど他、まあ、私えっ、ー、とーその時は村だ村市まあナンバースクール。 ってて言われてる、えー、旧村じゃなくて本当にもともと鶴岡市だったところの学校さんの中学生たちは結構中学校の時にねその大阪とか奈良京都に行くっていうのが多かったんだってだから高校になった時にその親たちが修学旅行どこに行くかこう相談というかねそういう会があったらしいけどそのまた大阪奈良に行かせるのはどうかなみたいな。かといって東京も えどうかなってなってだったらあんまり行かなさそうな大人になってもなかなか行くの大変そうな九州にしたらどうなんだっていう話が出たんだっていや沖縄でもいいじゃんって思ったけどねうちらの次の代の子たちは沖縄になってたけど沖縄行きたかったよって思ったね面白いえー なおさんはあいろいろたくさん書いてあらくれてるんだけど、えっ、ー、と工場工場はあ、まあ、主学旅行じゃなくて工場見学旅行だって、えー。自分は機械工学科にいて工場見学旅行は九州一周でした。でしょ？えもしかしてじゃあ自動車学校い自動車学校じゃない？佐賀の自動車工場を見に行って見に行ったんかなトヨタの。 よかったよよかったっていうか面白かったやっぱ車ができるまでを見るのってすごい面白かったけどね <laughs> はいでえっ、ー、と DSK さんは高校の時の主役力は沖縄いいですねシュノーケリングをしたりジェットスキーに乗ったりバナナボートで吹っ飛ばされたりいいねやっぱいいよね沖縄沖縄いいよねえー、ゴジラガオさんは 九州横断で長崎から熊本鹿児島宮崎とあたり最後はフェリーで大阪まで乗るコースでしたがフェリーの時に海が湿けっていて荒れてみんな船用意したえってかんどんな日程でそんな県をまたいで大体2泊3日だと思うんだけどそそんんんんなななななでで行ったら全然楽しめなくない <laughs> なんでそんなの組むんだろうねもっとゆっくりさせればいいのにってすごい思う。 れいかさんは高校の修学旅行は沖縄京都なら大阪の予定でしたえこの3つもよくわからない <laughs> えこれもすごいやつもしかして同じアメリカ、まあ、その同時多初テレラがあったから沖縄が中心になったとでその代わりに長崎福岡京都なら大阪へのプラン変更あってこれもめちゃくちゃ弾刊だよねあでもうちらの上の世代もそうだったんだっけかな初め 九州の2県行って最後1日目が多分そうでで2日目が関西奈良とか大阪とかの方に行ってっていう感じだった気がするけどそんな移動してる時間あるんだったらもっとかなんかさあのハウステンボスとかも午前中しか行けなかったんだよね時間的に。 でもその時のハウステンボスって赤字経営の時のハウステンボスで午前中行っても全然店開いいてないの, <laughs> あの開演はしたけどそれ中のお店は全然開いてなくて何のゲームも楽しめなくて唯一開いてたようなゲームにだからみんなが殺到してさなんかお店も殺到してえ何かほんとにただただハウステンボスは。 景色を楽しんだだけっていう記憶がありますね。まあ、今は全然ね違うけど、いやこういう風うに皆さんの私学旅行の話を聞くのはすごく面白かったですね。はい。やっぱいいですね。なんかたまに学生に戻りたいなと思いますよ。なんかもっと学生時代の時に遊んでおけばよかったなって、もっともっと遊んでおけばよかったなって最近すごく思います。ね、大人になって。 できないことがやっぱり学生時代にはできるっていうのも個人的には思うのでもしこれを聞いてる学生の皆さんがいましたらあのー、法律違反にならない程度で楽しんで <laughs> いただけたらと思います。はい。ということでそろそろお時間になってきましたので次回のトークテーマは、えー、さっきこうしゃべってて思いついたのがやっぱお花見に関してですね春なのでお花見に関してで えー、皆さんのその地域の屋台のこれってもしかしたらうちの地域だけの屋台飯っていうか特殊なものかもしれないみたいな出店のまああと出店のなんか自分の好きな食べ物とかでもいいですけど食べ物とか、えー、とこれはうちの地域だけが結構なんか出してるような食べ物かもしれないっていうのを是非教えていただけたら嬉しいですね。はい とというこで皆さんコメントどん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 書いてください。本当にどん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 書いてください。今でも全員ほぼ全員の文読めてますのでねどん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 書いてくださいはい。ということでまた次回お会いしましょう。さよなら。